いやちょっとドッキリ的なということで、私たちは今名古屋駅に来ております。イエーイ、名古屋だね。バスで来たね。バスだったね。バスで来ましたね。その秋で名古屋にいるということで、今から乗り鉄していきたいと思います。イエーイ。その秋でじゃあメンバー紹介しますか。メンバー紹介バンドみたいな。じゃあ主役どうぞ。あ、じゃあここからね、まもたさんですか。お願いします。ギター桜井美沙です。お願いします。そしてカメラを撮ってくれてるのはドラムじゃない。ドラムかな。ドラムかな。ドラムかベースだね。もうタンバリンとかじゃない。鈴お願い。ビブラスラップの結城です。時代劇です。ハンバーグ師匠じゃん。あれ持ってあるもんね。あれ買ってもらわないといけない。はい、まあ、そんな感じでね。そんなわけで、はい、3人で今日やっていきたいと思います。はい、でですね、今回は前に一回スタッフさんと一緒にそうやってたサイコロの旅を、あれね、そうちょっと遠いバージョンから、だいぶ結構遠くなったよね。いや最終的に九州あたりから出発したいんですけど、まあ、まだあの試運転ということで。そんな構想あるんですか。あるよ。来ましたけど、あ、そう今言った。最終的に九州の西小山駅ぐらいから出発したいなと思ってるんですけど、今日はとりあえず練習ということで。練習なんだ今日。これまだ練習です。なので18切符を使って、はい、ここから東京駅まで最高の旅をしていこうかなと思っております。初参加。初参加で、そうなんです。なのでちょっと説明しますね。なのでここ今名古屋なので、名古屋から JR 18切符を使っていくんですが、こんな感じでもうすでに結構な距離はある。これ名古屋どこですか。これ名古屋はここら辺。その辺に。そう、ここからどこに行くかによって変わってくるので。減らしなしですか。なしです。なしで、あの途中で分岐があったら、あのそこはそこはやらせで。違うよ、ルーレットだよ。ルーレットでやっていきます。なのでこれあれなんですけど、前回サイコロを5つ使ったんですけど。5個も使ったの。そう使ってましたね。で今回何個にしようかな。前回だって関東付近にいたのに、うん、ここ使ってめっちゃ進んじゃうじゃん。そうめっちゃ進んでね、大変だったよね。そうこう戻った。むしろ行き過ぎちゃうぐらい、ね。あ、スゴロクコース。そうそうスゴロク。そうそう。だから今回どうしようかなと思って、一応遠いから、うん、全部使ってもいいんですけど、うん、最大が36マスだった。2か3かなっていう感じはしてるんですけどね。どう思います。2か3で着く東京に。わかんない。5日ぐらいかかる。私時間今日しかないからね。今日の夜がタイムリミット。そうタイムリミットだからどうしようかなって感じなんですけど、え、どう思いますか。6個使っちゃう。近づいたら関東に入ったら3個に減らすとかにする。それあり。なるほど。目処がついたら減らす。東京都に入ったら減らすみたいな。最初マックスで。最初マックスで行く。ははは。しましょうか。そうだね。そういうとここそ先に決めておく話じゃないですか。そうなんですよね。だってギリギリまでわからんかったからちょっと。でもとりあえずまあ遠いから今は。そうだね。だから最初は5個で、はい、後半は東京都に入ったら3つで減らします。はい、はい、こんな感じでやっていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ1投目を私から、はい、いきますね。5個使いますよ。炭治郎か。私炭治郎だったの。いつの間にか。だから、あ、そういうこと。ボーカルじゃなくて、ボーカルいきます。色がありそう。今怖いよ怖いよ。怖い怖い怖い。あ、静か。あ、地味地味。5個の意味。5、6、7、8、9、11マス進みます。はい、で、ここから東京に向かうのに2つ分岐が土地であるので、これやります。東海道線と中央線、はい、2択で。2択じゃあやっていきたいと思います。はい、中央本線か東海道線です。はい、どっちだ。どっちだろう。どっちでしょうか。お、お、出ました。はい、出ました。中央本線。じゃあ中央本線へ11マス進みたいと思います。はい、何の笑いなんだあの人。どういうことなの。いろいろあるじゃないですか。寒いからさ。あ、寒いもんね。震えてるのか。中央本線11マス進みたいと思います。はい、では行ってきます。はい、はい、そんなわけで、ただ今ココ系ステーションに来ております。ステーションココ系です。ココ系ね。そんなわけで名古屋から
サイコロで11マスだったので、ここ芸に行きました。言ってない。鶏。なってます。ね、そうなんですけど。まあ、無人だし、今日は。1時間ここで待ちます。約1時間ぐらい待つ感じになります。もう静かですよね。やばいよ。何にもね。何もないね。びっくりするぐらい何もないし。トンネルの間にいるみたいな感じだもんね。ですよね。山に挟まれてます。そう。で、川が流れてて。うん、田舎だよ。まだ寒すぎたので時間まで決めつ。初めまして。初めまして。そのコーヒーを買ってみます。私たちだって何時ね。さっきの動画もそうだったんですけど、ミサちゃんのね、胸元からね、鬼がちょっと見え隠れてるんでしょ。鬼滅の鬼。こっちはもうストレートに鬼滅で、私はアルファベットで鬼滅の刃とか言ってた。日本語、ジャパニーちなみに私ここにあの、はい、語が3つ書いてあるんですけど、ああ一人ちょっとジャンルが違う。オタク仮面ライダーです。みんなでもキャッチホルダーつけてあと今日はみんな、あ、そうですね、推しの推しを、はい、あ、サミさん裏返ってますね。あ、でお願いします。裏返ってます。どう、はい、煉獄、はい、煉獄だよ。煉獄さんですね。からのゆうさん、はい、ゆうさんですね。ゆうきさんは、ゆうきさんもそう、一応つけてるんですよ。じゃあ仮面ライダーではないですけど、はい、ちゃんとサネミン映ってんのかな。映ってますかね。あ、私のお手手が、お手手、お手手が、お手手、はい、はい、サネミンが推しなんですね。そうそう、はい、私もそうサネミンですね。そんな感じで、3人ともオタクでずっと車内では君原を周りにするという。だってここのさ、なんだっけ、ここじゃない、一個前だ、タジミ、うん、タジミ、そう、もうさ、炭治郎だとか言いながら、なんか炭治郎に見えてきちゃうんですね。になってきちゃう。本当見えないんですけどね。そんな感じになっちゃうぐらいってことですからね。じゃあ次行きますか。行きましょう。私サイコロどこ行きました。まだ相当時間あるけれども。そうだね。一応先にやっときます。先にね。床でいい？じゃあ。床でやるの。階段で。その辺にあの椅子なかったんでしたっけ？椅子あります。あります。持たせて。もうちょっと進みたいよね。だって5個あるから5、6、8、20マスくらい行きたいな。じゃあ、はい、じゃあこの上でやりますよ。はい。じゃあ行かせていただきます。お願いします。ここしばらくまっすぐだよね。来る？これ乗れないやつじゃないよ。まもなく一番線に列車が入ります。どの列車が来るの？来る。列車が来るの？一番線ですから。名古屋行きの方かな。でも地獄の、いや一番ってこっち側です、ね。こっち側来るの？来るんですかね。止まる？え、もう通り過ぎる。あ、もうちょっと入ってるね。マスキョ。ゼロ。あ、あ、通過です。通過だ。めちゃめちゃ通過です。あ、待って。しかもさ、私さっきやったからさ、次ミサの番だ。待って。お帰りなさい。そこにそこにそこ。これ。はい。あっいい感じに。じゃあ16マスです、ね。16ですね。16マス。じゃあ16マスのとこに行きたいと思います。寒い。寒いよ。お昼ご飯です。五平餅。これ昼ご飯です。昼ご飯。五平餅。うまいですか。うまお焼きそばたち、焼きそばたち誰も言わない、言わないの待ってたんだけど、うん、うまい。そんなわけで素肌に行けないので撮ります。行きます。あ、ちょっと、あ、ちょっともう一回やらせて。いい感じじゃない？3、3、3。これで
16進みます。じゃん。はい、ということで塩尻駅に着きました。はい。ちっちゃい声。まだね、ここで実は乗り換えなんですよ。あ、乗り換えまだついてない。そう。スハラだっけ？なんですが、そこで降りちゃったら2時間3時間時間をロスしてしまって、それはとんでもない。なので中でサイコロを振ったんですが、出ました。塩尻から二手に分かれるのでルーレットをしたいと思います。篠ノ井線か中央本線どっちに行くかっていうのを。2択なんですよ、この2択。これ運命変わっちゃうので。正解はどっちなんですか？中央本線だと間に合うかなーで、篠ノ井線だと明日になるかなって感じで、一応するけど、ルーレット回していきましょうかね。はい、サイン持ってるから。持ってて。いや、怖いよ、中央本線でお願いします。ちょっと今日持ちすぎてるからな。今日ね、ちょっと甘酒とかでいろいろありまして。来た。中央本線、よかった。持ってたです。持ってたですってなんだろう。よかったよかった。なので中央本線に行きますので、上諏訪的なところに行きたいと思います。はい。また乗り換えです。はい、行ってきまーす。行きましょう。はい。どうかだけを離してお待ちください。16、16、16、16、18、18、18で行きます。はい。どう？数えれない。数えれない。16。クリアできちゃうじゃん。いい感じ。あ、すごい。そんなわけでゴールに行けますね。すごい。そのわけでなんとか無事池袋に着きました。なぜか池袋に着きました。ぴったりね。で、そう、東京駅かなと思ったんですが、もう山手線内にしようということで、途中から寒さと時間の限界でした。ありました。まあ、今回試運転してみて、問題とかこういろいろ出てきたから反省点が、そう、今回2回目なんです。2回目でよりこれはこうした方がいいっていうのが出てきたから、次こそはそれを生かして、そう、行きたいなと思います。九州に行きたいね。九州から東京に帰るじゃなくて、九州内で友達みたいな目的地を決めちゃっての方が楽しみたいです。九州をめちゃくちゃ楽しみながらにしないと。今日はね、完全に乗り鉄だったもんね。ひたすら電車乗ってるだけです。乗って寝てみたいな。本当にこんな感じです。それにしたいと思います。もうちょっと観光でね、シーンをちょっと作りたいということ。九州はそういう感じで、時間をもうちょっと取ってみたいな、2泊3日ぐらいね、あ、いいね。それぐらいがちょうどいいですね。温泉も入る。あ、温泉的を決めてやっていきたいと思います。はい、そんなわけで、なので、ね、今日楽しい。楽しかった。そうそう、楽しかった。美味しいもの食べたし、今も食べるし、今もこれから暖かくて美味しいもの食べるんですね。体温めて今日帰りたいと思います。はい、これちょっと店バレるけどいいのかな。これまんまいいかな。いいですね。はい、中にでも食べますので、はい、ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。手送りするなよ。